なんだかんだでじゃなくて、なんだかんだで。なんだかんだで働けるのすげえ、なんだかんだでここで働けるのすげえ楽しみだし、アクセントでね。はいよ、じゃあとりあえずテストでやってみましょう。思いっきりやってくれ。お願いします。お願いします。すいません。なんだかんだでここで働けるのすげえ楽しみだし、よし。すいません、遅れま…素敵。しおんちゃん、今日も男前ね。ねえねえ、しおんさん、今度どこかでみんなで遊びに行かない？あ、それいいですね、私賛成。嬉しいです。では私のおすすめのお店教えて差し上げますよ。おとなしさん、ぜひ教えてください。美人マダムたちに囲まれていらっしゃる。あ、葵くん、おはよう。おはようございます。あら、この子誰？今日からうちでバイトしてくれる徳良葵くんです。あ、そうだ、かわいい子ね。いくつ？大学1年生です。ってわけね。ね、娘？あらやだ、もしかして男の子？男です、正真正銘男子です。やだ、もう私も勘違いしてたわ。可愛いもんだからついね。可愛いわ。またこの流れですか。皆さん、彼はこう見えてもしっかりした元気な男の子なんですよ。ですからあまりそういうことを言わないであげてくださいね。あ、そうよね、ごめんなさい。男の子はすぐにたくましくなっちゃうものね。シオンさん、素敵。またむきろ。はい、基本的に葵のモノローグとか被っていいから。はい、はい、はい、またこの流れですか。それを言わせるためになんか黙るとかっていうのはやめよう。はい、普通に続けてて。で、あとみんなわかると思うけれど、休んでる間なんかな、休むなよ、はい、休憩するなよ、はいはい、集中力切れてると、あらやだ、もしかして男の子12カットのそれも出てこなくなるし、遅れるし、はい、集中力がなさすぎ、はいはい、な。よろしく。はい、まず台本はこっちで持ってきて、まだ喋って、前のシーンをしっかり見て、まだ喋ってるなと思ったら、ちょっと間があったじゃない、さっき。はい、だから、少し押しのけるの後にしてあげて、で、一泊置いてあげて、ちょっとこっちもすぐこっちに来るなっていうのがさっき分かったと思ったら、はい、すぐ大体ちょっと入ってくるので、マイク入ったら、はい、ありがとうございます。で、マイクの、ね、中心がここにあるから、ちょこっと背伸びし気味、ちょっと辛いと思うけど、こういう感じで喋ると真ん中にちゃんと入るから、で、体をだからこっちに入る人がいるから、体を少し斜めにしてあげて、顔をまっすぐ、そうするとすぐに置いてあげるとスッと入れる。はい、わかりました。なんでそういう感じで、はい。